はい、どうもベイでございます。懲りずに実写3回目でございます。あの皆さんにね、開封やるよって言ってやってなかったこちらです。ドーン、こちらでございます。ファイナルファンタジー16のですね、限定版です。一番でかい限定版。これね、あの抽選だったんですよね。抽選販売に当選しないとゲットできなかったんですけど、私これゲットしていてですね、まだ開封してなかったんで、あの前回まで手袋してたんですけど、めんどくさいからいいかなと。あのこちらで、ね、開けてみたいと思います。私もこれもまずこの箱やばくないですかね。まあ、この天野義孝先生だと思うんですけど、すげえいいっすよね。ほら、わあ、かっけー。もうこの箱を飾ってるだけでもめちゃくちゃいいですよね。これちょっと開けてみまーす。よいしょ。よいしょ。ちょっと待ってね。あの、帽子かぶって黒マスクした変な人が一瞬映ったりすると思うんですけど、まあ気にしないで。おー、なるほど。こんな感じなんだ。これはなんだ？ちょっと待ってくださいね。これは、なんだろう？これなんだろう？これなんですかね？なんだろう？これ。これはなんだ、ちょっと今出してみますね。これ何だろう。あー、なんかね、あ、すごいな。これは1個こんなんが入ってますね。これのマップかな。あ、ワールドマップのグラフィッククロスって書いてますね。これ多分なんか、なんていうの、何に使うんだこれ。あ、テーブルとかにこう引くんじゃないかな、これ。ほら、16の世界のマップのなんかこうクロスだそうです。すごい。これちょっと、マップにね、マップじゃない、テーブルに引いたりしてね、はいはいはい、 なってますね。確かにこのマップ何度も見ました。こうファストトラベルとかしながらねやってました。で、次がこんな感じになってまして、あ、すごいっすね。これかっこいいな。これが召喚獣をレリーフにしたピンバッジだそうです。すげえいいです。かっこいい、いいっすねこれね。バッグとかにちょっとつけてもいいかもしれない。で、もう一個がこれなんだろう。本当に今開封してるんで、あの本当にもう今こうやって破ります。俺こういうのね、あの全然なんて言うんだろう、気にしないっていうか、全然もうあのなんかどうこうし売るとかそういう気ないからもうね、いいね。あ、これはあれですね、ゲームのソフトを入れるためのあれ、こうスチールケースみたいなやつがありますね、映画でね。あ、これなんか番号入ってんじゃないの、これ。ちょっと待って。あ、番号とかじゃなかったですね。スチールケースの説明みたいな感じでした。こうクライブがね、こう立体的な、あ、ちょっと変身してるクライブみたいな、かっこいいですね。これもすごい、うん、棚に飾っといてもむちゃくちゃ良さそうですね。で、まあ、本丸ですよ。まあ、この限定版の一番の、まあ、目玉はこいつですわな。これちょっと出しますよ。よいしょ。ちょっと、あ、この環境で出すのむずい。ちょっと待って。いや、本当にこういう時顔出し YouTuber 楽だよね。よいしょ。まあ俺のね、もうそんな気にしちゃいねえんだけどさ、一応ねっていう。あー、出ましたね。はい、こんな感じです。すげえ、ドーン、こちらです。まあ、やっぱこのフィギュアがですね、やっぱ今回のこの限定版の目玉ですね。まあ箱はこんな感じ。まあこういうのが入ってますと、こういうやつがね。出してみましょうか。おー、かっこいい。ちょっとこれ出してみます。いや、これはすごいね。ちょっと待って、後ろ開けっからさ。俺はもうこのね、ちょっとフィギュアはもう飾る気なんで、箱は多分処分しちゃうかな。もうね、限定版の箱をね全部取っといたらね、マジでもうあの俺本当に無理なんでね、保管用の部屋をまだ別でもう一個作るんです。おーしゃい。おー、そう、でかっ、でかいわ、でかいわ、これでかい、でかいぞー、こりゃすげえ。ちょっと待って、この動画撮りながら
フィギュアを破壊するっていう悲しい動画にならないそこだけちょっと気をつけたい。よし、はあ、疲れた。あーすごいな、テカリがすごいっすね。結構、おー、あ、でも軽い、思ったよりもすごく軽いです。あーかっこいい。いやこれは映えるね。いやこれさ、ゲームをさ、その体験版やった時にさ、このフィギュアマジ特級呪物になるんじゃないかなと思ったけど、この設定を知らなかったからさ。いやでも最終的にはね、もう最高っすよねこれね。やった人にとってはめちゃくちゃすごい細かいですね。わかります、このすげえ細かいですこれ。おほほ、かっこいい。これ映えますね。なんかあの写真で見るより数段生の方がかっこよくないですか。めちゃくちゃいいっすよこれは。いいですね、すごいかっこいい。ちょっとこれは飾ります。やったー。これがやっぱ目玉のね、今回の目玉ですね。何センチぐらいって言えばいいんだろう、まあ、ちょっと今例えですけどこれちょっとあの全メーカーが違うっていうかあれが違うんですけど、今日ピクミン4届いてるんですよねピクミン4と比較してもピクミン4の箱よりはでかいけど、まあまあこんなぐらい、まあそんなにだからなんかクソデカでどこにも置けないってほどではないですよね。まあ、ピクミン4ここに置いてるのふさわしくないまあまあいいでしょう。でまあちょっとついでにね、ちょっと前に買ってうちに転がってたものがいくつかあるので、それの紹介ついでにしましょう。またいつも通りね、こちらで35周年の、グッズで、あの T シャツもね買ってるんですけどまだ着てないですね。 T シャツもこの柄の天野義孝先生の柄で着てるんですけど、 T シャツこれは、あ、これです、この感じ。これスクエニストアで売ってるんですけど、まあ、あのコインとかね、鍵とか上に置いとくような灰皿にするにはちょっともったいないですよね。俺タバコ吸わないですけど、まあ、すごくいいです。まあ、出来もいいですね。とってもほらすごくいいですね、出来がいい。かわいいですね。これちょっと私鍵を机の上に鍵とかね、なんかちょっとしたこうイヤホンとかね置くのに使おうかな。これがまあ一つと、この柄でね結構いっぱい今グッズが出てて、でもうちマグカップ死ぬほどあるんですけどね、でもちょっと買っちゃったな、やっぱ天野義孝先生だというのと、あとねこれ良かったんですよ、見てください。やっぱちょっといいっすよね。で中が金色っつうんですか、ちょっとこう出来なんつうんですかね、こう加工が良くて、これはちょっと面白いなと思って買ってしまいました。とってもいいですね。3000円だったかな、うん、これちょっとお気に入りで、あのドラゴンクエストの方もね、何周年っていうあのグラスっていうかマグカップも俺ずっと使ってて気に入ってて、ファイナルファンタジーとね並行で使ってみようかなと思います。でこっち、まあ、ここまでスクエアエニックスですよね。他にもまだ来てましてですね先ほどお見せしたんですけど、まあ、ピクミン関連で、これの中でおまけで白ピクミンのシールですなんだろう、でこれですね、これです。こんなのね、これはグラタン皿なんですけど、火ピクミンは火に強いっていうのあるじゃないですか、ゲームの中で。この火ピクミンをモチーフにしたグラタン皿、うわかわいい、めっちゃいい、超いいじゃないですかこれ。ちょっとこれグラタン作ろう。で、これもピクミン関連なんですが、こういうね、あのピクミンの中に出てくるなんかタブレットがあるんですけど、それをモチーフにした、まあなんて言うんだろ う, こう冷凍ご飯とか冷凍したり、ちょっとこういろいろ料理を作り置きした時に、まあ、入れとくやつ、なんて言うんですかこれ名前がわかんないけど、まあ よくあるね、あ、電子レンジ、蓋を外して電子レンジ OK だそうです。かわいいよねこれを。買いました、へいちゃん。はい、まあ私はご飯をね冷凍することは結構あるので、なんかちょっと使えるかなと。でまたスクエニにちょっと戻っちゃうんですけど、まだこれつけれてないんですが、これもスクエニショップに売ってて可愛いなと思って買ったんですけど、このスライムのなんかその冷蔵庫とか、まあどこでもいいですけどね、机の横でもいいです、かけといて、スライムにこうアイテムを預けれるみたいな、こういうところにね、なんか文房具入れたり、まあいろんなもん入れて
やるんですけど、これ可愛いですよね、めちゃめちゃ。これいいなと思って買ってきました。ちょっとどっか、なんか適当に使う場所を決めてから使おうと思います。まあこんな感じでね、まあゲームグッズまたいっぱい来ましたということでよいしょ、はい、そんな感じで、まあ、たくさんね、溜まってきたらまた取ったりね。あとはまあ過去にその今までうちに転がってたものもいっぱいあるので、まあ、そういうものをまたお見せしたいと思います。はい、以上こんな感じでした。またよかったらね、動画の方に反応いただけますと嬉しいのでよろしくお願いします。ちょっと出てる。はい。ちょっとこの環境をなんとかしたいな。撮影環境がねまだ安定しないんですが、ではではそんな感じで、お疲れ様でした。ありがとうございました。感じで飾られてるよ。下にクラウドがいるよ。